ミロシュ・ラオニッチは、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国モンテネグロ、社会主義共和国ティトーグラード出身のカナダの男子プロテニス選手。カナダ人として、初めてのグランドスラム男子シングルス決勝進出者。これまでに ATP ツアーでシングルス発祥を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス3位、ダブルス103位。 身長1 9 6トル体重9 8ラム右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ミロスラオニックの表記も見られるが、カナダのメディアも、ミロシュラオニッチという発音を使用している。2016年ウィンブルドン選手権男子シングルス、準優勝、マスターズ戦準優勝4回。 男子プロテニス界で高いサービスエース率を誇るビッグサーバーである。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国モンテネグロ、社会主義共和国ティトーグラードで生まれたラオニッチは3歳でカナダに移住し、8歳でテニスを始める。2008年にプロに転校。この年は訪日して柏のフューチャーズ大会に出場している。 2010年全米オープンで予選を勝ち上がり4、大大会に初出場。ジャパンオープンテニス選手権にも出場し、予選から勝ち上がり2回戦で当時世界ランキング1位のラファエル・ナダルに挑戦し、4から6、4から6で敗れた。2011年の全豪オープンでは、予選から勝ち上がり1回戦で、 ビョルン・ファウを7から6、6から3、7から6で破り4位大体開発勝利を挙げる。2回戦では、第22シードのミカエル・ロドラを7から6、6から3、7から6で、3回戦では、第10シードのミハイル・ユージニーを6から4、7から5、4から6、6から4で破り4回戦に進出した。四回戦では、第7シードのダビド・フェレールに六から四 2から6、3から6、4から6で敗れた。2月の SAP オープンでツアー初の決勝に進出。フェルナンド・ベルダスコを7から6、7から6で破り、ツアー初優勝を果たした。翌週の全米国際インドアテニス選手権でも、決勝に進出し、アンディロディックに6から7、7から6、5から7で破れ、準優勝となった。 6月のゲリー・ウェバー・オープンでは、ロビン・ハーセと組んだダブルスで決勝に進出したが、ボパンが、クレシグ組に67、63、911で敗れた。ラオニッチは2011年度の ATP ワールドツアー、最優秀新人賞を受賞した。またファーストサービスポイント獲得率ツアー1位となった。2012年の開幕戦チェンナイ・オープンでは、 決勝で、ヤンコティプサレビッチに6 7 76、76でセリカチシングルス2勝目を挙げた。全豪オープンでは3回戦で、地元のレートンヒューイットに敗れたが、2月の SAP オープンで2年連続の決勝に進出。決勝で、デニス・イストミンを76、62で破り大会連覇を果たした。全米国際インドアテニス選手権でも2年連続で、 決勝に進出し、ユルゲン・メルツァーに57、67で敗れた。2012年7月のロンドン五輪で、オリンピックに初出場した。シングルスの1回戦で、日本の伊藤龍馬に63、64で勝利したが、2回戦で、ジョー・ウィルフリード・ツォンが2 6から3、3から6、23から25で敗れた。試合時間は3時間57分で、ゲーム数の66は、 五輪最多記録となった。全米オープンでは4回戦で優勝したアンディ・マリーに、4から6、4から6、2から6で敗れた。10月の楽天ジャパンオープンでは準決勝で、マリーを6、3、6、7、7、6で破ったが決勝で、日本の西湖に K2、6、7、6、3、0、6で敗れ優勝を逃した。2012年は、前年に続き、 ファーストサービスポイント獲得率ツアー1位。また、サービスゲーム勝率ツアー1位、ブレークポイントセーブ率ツアー1位にも輝いた。2013年2月の SAP オープンでは、決勝で、トミーハースを6-4、6-3で破り大会3連覇を果たした。デビスカップでは1回戦のスペイン戦で、アルベルト・ラモスとギジェルモ・ガルシア・ロペスに、準々決勝のイタリア戦では、 ファビオ・フォニーニとアンドレアス・セッピに勝利し、カナダの準決勝進出に貢献。準決勝のセルビア戦では、ヤンコ・ティプサレビッチにフルセットで勝利するが、ノバク・ジョコビッチに敗れ、準決勝敗退となった。2013年8月、地元カナダのモントリオールで開催された、ロジャーズカップで、初のマスターズ決勝進出を果たすが、ラファエル・ナダルに2から6、2から6で完敗。 しかしこの準優勝により、カナダ人選手として、初のトップ10入りを果たした。2013年は、ファーストサービスポイント獲得率ツアー1位、サービスゲーム勝率ツアー1位を記録した。BNP パリバオープン、マイアミオオープン、モンテカルロマスターズとマスターズ3大会連続ベスト、8、ローママスターズベスト4。全仏オープンでは、グランドスラムでは、 自身初の準々決勝に進出し、ノバク・ジョコビッチに5から7、6から7、4から6で敗れた。ウィンブルドンでは4回戦で西堀リ K に4から6、6から1、7から6、6から3で勝利し、準々決勝に進出。準々決勝で4回戦で、ラファエル・ナダルを破った、ニック・キリオスに6から7、6から2、6から4、7から6で勝利し、 自身初グランドスラム準決勝進出を果たす。準決勝で、ロジャー・フェデラーに4から6、4から6、4から6で敗れた。大会後の世界ランキングで、自己最高の6位となった。8月シティオープンに優勝し500シリーズ初優勝。ロジャーズカップベスト8、シンシナティマスターズベスト4、合計280ポイント獲得し、 全米オープンシリーズ優勝を果たす。2014年9月に行われた全米オープンでは、4回戦で西湖計2 6から4、6から7、7から6、5から7、4から6のフルセットの末破れ、2012年大会から数えて3年連続でベスト8進出を逃した。2014年10月の楽天ジャパンオープンでは、決勝で、 錦寄りに6から7、6から4、4から6で敗れ、3年連続で準優勝という結果となっている。2014年11月、BNP パリバマスターズにて準々決勝で、ロジャー・フェデラーに7から6、7から5で、初勝利を挙げ、準決勝でもトマーシュ・ベルディヒを破り、自身2度目となるマスターズ大会決勝に進出。決勝は、 ノバク・ジョコビッチに2から6、3から6で敗れ、マスターズ大会初優勝はならなかったものの、レースポイントを4440まで伸ばす。一方、ATP ワールドツアーファイナルズの出場権を争っていた西織とダビド・フェレールが準々決勝で対戦し、西織が勝利したため、レースランキングでフェレールを抜いて8位に浮上。 さらにレースランキング3位のナダルが欠場を表明したため、繰り上がりで ATP ワールドツアーファイナルズ初出場を果たした。しかしラウンドロビン第1戦で、フェデラー第2戦でアンディ・マリーに敗れ、この試合で太ももを負傷。最終戦の錦織戦を試合直前に棄権し、代わって補欠のフェレールが出場した。年間最終ランキングは8位。 年初の全豪オープンでは4回戦のフェリシアーノ、ロペスをフルセットで下し始めてベスト8に進出する。しかし、準々決勝で第1シードのノバク・ジョコビッチに6から7、4から6、2から6のストレートで敗れる。その後のマスターズシリーズの初戦インディアンウェルズマスターズでは準々決勝でラファエル・ナダルに4から6、7から6、7から5で、 初めて勝利したが準決勝で、ロジャー・フェデラーに、ストレート負けを喫した。5月に開催された、マドリード・マスターズでは、前年度準優勝した西コリ・ケが準決勝で、敗退したため、5月11日発表のランキングで西コリ・ケラファエル・ナダルを抜き、自己最高位の4位となった。しかし、クレーコートシーズンでの連戦で無理がたたり、右足に怪我を負ってしまった。 手術を受けた結果、全仏オープンは欠場することとなった。昨年ベスト4のウィンブルドン選手権では3回戦で、ニック・キリオスに敗れた。全米オープンでは3回戦で、シンシナティマスターズで敗れたフェリシアーノ・ロペスに、ストレート負けした。9月に開催された、サンクトペテルブルクオープンでは、決勝で、ジョアン・ソーザを、フルセットで破り ATP ツアー7勝目を挙げた。 その後、チャイナオープンは1回戦で敗退、上海マスターズは3回戦で敗退し、以降の大会を欠場して、シーズンを終えた。年間最終ランキングは14位。元世界ランキング1位のカルロスモヤをコーチに迎え、年初のブリスベン国際では、ロジャー・フェデラーに、決勝で6から4、6から4で勝利し、ツアー8勝目と、好調なスタートを切る。 全豪オープンでは4回戦でスタンワウリンカに6から4、6から3、5から7、4から6、6から3で初勝利を挙げ2年連続ベスト8。準々決勝ではガエルモンフィスに6から3、3から6、6から3、6から4で初勝利を挙げ全豪では自身初のベスト4を決める。準決勝ではアンディマリーに 第3セットまではリードするも、右足を負傷してからは目に見えて、動きが悪くなり、6から4、5から7、7から6、4から6、2から6の4時間2分のフルセットで敗れた。その後、怪我のために2月に出場予定だった大会と、デビスカップを辞退した。3月の BNP パリバオープンでは2年、連続ベスト4進出。準決勝で、 ダビド・ゴファンに6から3、3から6、6から3で勝利し、決勝に進出。決勝で、ノバク・ジョコビッチに2から6、0から6で敗れ、準優勝。5月2日付の世界ランキングで、トップ10に復帰。全仏オープンでは、4回戦で、アルベルトラ・モスビニオラスに2から6、4から6、4から6で敗れた。 ウィンブルドンで3回の優勝を誇るジョン・マッケンローを臨時コーチに招聘して迎えた芝シーズンは前哨戦の英語選手権では決勝でマリーに敗れ準優勝。ウィンブルドンでは4回戦でダビド・ゴファンに2セットダウンから4から6、3から6、6から4、6から4、6から4で逆転勝ち。準々決勝でサムクエリーを6から4、7から5、5から7、 6から4で勝利し、2年ぶりのベスト4進出。準決勝で、ロジャー・フェデラーを6から3、6から7、4から6、7から5、6から3で破り、自信を発、そして、カナダ人男子として、初めて、グランドスラムシングルス決勝進出を果たす。初優勝をかけた決勝ではマリーに4から6、6から7、6から7で敗れ、準優勝となった。 2016年リオデジャネイロオリンピックは地下熱を懸念し欠場した。全米オープンでは2回戦の第2セットで全身痙攣を起こし、ライアン・ハリソンに7から6、5から7、5から7、1から6で敗れた。10月に2度目の ATP ワールドツアーファイナルズ出場を決めた。ATP ワールドツアーファイナルズでは、初戦ガエルモンフィスに6から3、6から4で、 同体開発勝利を挙げる。第2戦では、ジョコビッチに6から7、6から7で敗れるも、第3戦で、トミニクティームに7から6、6から3で勝利し、準決勝進出を決めた。準決勝ではマリーに3時間38分の、接戦の末7から5、6から7、6から7で敗れた。年間最終ランキングで、自己最高の3位となった。 前年優勝のブリスベン国際では準決勝で、グリゴール・ディミトロフに敗れた。全豪オープンでは準々決勝で、ナダルに4から6、6から7、4から6で敗れた。2月のデルレイビーチオープンは、右足の負傷で決勝を棄権し準優勝。BNP パリバオープンを欠場して、マイアミオオープンで復帰するも、怪我が再発し3回戦を棄権した。 全仏オープンでは4回戦で、パブロカレーニョブスタに6から4、6から7、7から6、4から6、6から8で敗れた。ウィンブルドンでは準々決勝で昨年勝利した、ロジャー・フェデラーに4から6、2から6、6から7で敗れた。その後は、左手首の故障に悩まされウエスタンサザン、オープンを欠場、手術のため全米オープンも欠場を余儀なくされた。 楽天ジャパンオープンテニス選手権で復帰するも2回戦の杉田雄一戦で途中棄権し以降の大会を欠場してシーズンを終えた。年間最終ランキングは24位まで下降した。ブリスベン国際でツアーに復帰するものの初戦敗退。全豪オープンでは第22シードとして出場したものの1回戦でルカシュラツコに敗れた。 BNP パリバオープンでは準決勝、マイアミオオープンでは準々決勝まで進出するも、いずれもファ、フアンマルティンデルポトロに敗れた。マイアミオープンでも、準々決勝では、デルポトロに敗れた。メルセデスカップで、決勝進出したが、フェデラーに敗れて、準優勝だった。全仏オープンは、膝の故障で欠場。ウィンブルドン選手権では、 第13シードとして3年連続で準々決勝に進出したが、第9シードジョにイスナーとのビッグサーバー対決に敗れた。ウエスタンサザンオープンではベスト8。全米オープンは3回戦で、スタンはウリンカを7から6、6から4、6から3で下し自己ベストタイの4回戦に勝ち進むが、 またしてもイスナーに敗れた。パリマスターズでは1回戦で、ジョー・ウィルフ・リード・ツオンガを6から7、7から6、7から6の接戦の末破ったが、2回戦は棄権した。年間最終ランキングは18位。全豪オープンでは、第4シードのアレクサンダーズ・ベレフを下し8強入り、したが、準々決勝では、ルカ・プイユに敗れた。 BNP パリバオープンでは2年連続ベスト4入りするも、またも準決勝でドミニクティームに敗れた。マイアミオープン後に故障で約3ヶ月間離脱。メルセデスカップで復帰してベスト4入りしたが準決勝は棄権した。ウィンブルドン選手権は4回戦で敗れた。8月のロジャーズカップ3回戦を途中棄権すると1ヶ月以上離脱した。 年間最終ランキングは31位。全豪オープンでは第32シードとして出場。1回戦でロレンツォ・ジュスティーノ、2回戦でクリスチャン・ガリン、3回戦では昨年フェデラーを破り、ベスト4に入りした第6シードのステファノス・シチパス。4回戦ではクロアチアの強敵マリーン・チリッチラをすべてストレートで下してベスト8入り。準々決勝では、 ジョコビッチに4から6、3から6、6から7のストレートで破れた。3月から新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりツアーが中断。再開後のウエスタンサザンオープンでは1回戦でサムクエリー、2回戦でダニエル・エバンス、3回戦では復活を果たした元世界ランキング1位のアンディ・マリーラをすべてストレートで破り、準々決勝に進出。 準々決勝ではフィリップクライノビッチに逆転で勝利し、準決勝で第4位シードの7パスをストレートで下すも、決勝ではジョコビッチに6から1、3から6、4から6で逆転負けで準優勝。これによりマスターズは準優勝4回目となった。その他ではパリマスターズではベスト4に入り、年間最終ランキングは14位。ATP カップに カナダ代表として出場し、エースのデニス・シャポバロフと共に、シングルスとダブルスで活躍。結果はラウンドロビン敗退で終わった。全豪オープンでは第14シードとして出場し、3回戦でマートン・フチョビッチに勝利。4回戦では第1シードのノバク・ジョコビッチに敗れた。後に行われたマイアミオオープンでは、ホベルト・ホルカシュに3回戦で、 フルセットの末に敗れた後に3ヶ月以上休養することにした。7月に開催されてアトランタオープンでは初戦でブランドン中島とのフルセットでの試合に敗れた。その後ふくらはぎの負傷により長期的に休養することになりマスターズやグランドスラムを欠場することを発表した。196センチメートルの長身から繰り出される。 最高時速 250km の高速サーブを武器にするビッグサーバー。球足の速いハードコートの勝率が高く、バックに来た打球を回り込み高い打点から打つ、フォアハンドショットを得意としている。シングルス、1シングルス、4W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。西堀 K は、ラオニッチの第一のライバルとされることが多い。グローブメールによると、ラオニッチは、体格と、サーブを強みとし、西堀よりは、判断力とスピードを強みとしており、タイプや得意なサーフェスはまるで異なる。しかし同じ2008年に、プロ転向し、 どちらもそれぞれの国で初めてトップ10にランクインした。グランドスラムとマスターズの最高成績も、準優勝で並んでいる。対戦成績は西木よりが5勝2敗とリードしている。ものの、7試合中5試合でフルセットまでもつれており、プレーした25セットのうち、10セットはタイブレイクに突入している。2014年の全米オープン4回戦は、 試合時間4時間19分で、試合終了時刻は午前2時26分となり、大会史上最も遅い時間まで戦われた試合の一つになった。怪我が多いという点では似ている。同じく、ビッグサーバーであるイボカルロビッチとジョン・イスナーとの比較。ありがとうございます。